ほぐれてきてますね。そうですね。ね、ちょっと左の方がすごい凝るタイプなんで。ああ、そうなんですね。そうなんです。あ、けど効いてる。これ効かされてますね。これ検査です。ここを見つけて、ここにあるな。うわ。その人の凝りがあるんですか。その人だけの凝りがある、うんうん、それを探すようにしてもらえることが大事かなと、うんうんうん、なんかそれを見て、うん、いろいろまあ学習はするんですけど、うん、自分の中で、あの、何でしょう、変な治療になりすぎないように、うん、一応気をつけてる、うん、つもりではいるんですけど、はい、あくまでまあリラクゼーションなんで、なんか治療になりすぎないしよう、なりすぎないようにしようとは思ってます。うん、まあ、リラクゼーションも治療みたいなもんですけどね。うん、僕はそう考えますね。うん、なんかリラックスが一番のやっぱり薬だと思います。うんうん、ストレスが一番の得意ですからね。リラクゼーションはガンも治しますからね。そうなんですよ。だってもうがんになってはどうしようって言ってね、変な治療して余計体壊す人もいれば、うん、もうね、まあ、がんの種類もいると思いますけど、もう腹くくってね、よし残りの人生はね、うん、もう楽しんで、ね、温泉宿を温泉巡りをして楽しむんだったらね、一年後から消えれたりとか、その人もいますからね、よ、いかにストレスなくして楽しむことか、大事ですね。大事ですね。ある意味一番大事なポイントかもしれない。そうですね。現代人はやっぱり都会の人は特にそうです。田舎の人と比べて情報量が多いんで、一日に来る、うん、そうと歩いてても看板がいっぱいあるじゃないですか。無意識にね、見てて、ね、理解しちゃってるんですよ、あれ、うんうん、だから余計にそのストレスを感じやすいんで、本来人間ではストレスを受けたらそこから逃げなきゃいけないものなんですけども、あ、逃げないでしょ、みんなは、うん、多少変わってくるでしょ、何とかしなきゃいけないとか、うん、だからですか。そうですか。ストレスってあれらしいですよね。なんかは、昔狩りをしてた人間が、うん、目の前に、ね、泥棒が動物が来たのに戦うか逃げるかどうしたら動かないといけないと、うん、そうするとやっぱ血圧も上がるし、ね、瞳孔も開くし、うん、自律神経がガッといきなり攻撃体制になって、ね、交感神経優位になって、うん、で気絶ついた時に止血をするために、あの血液の流れも硬くなるし、うんうんうん、まあ、その状態なんですよ。だからストレス受けたら本当は逃げなきゃいけないですよね。っていうもんでしょ、うん、ちょっとタオルぼかしてやってみようか、うん、なんか、なんでしょう、変な話、ぬくもりの伝わり方が違うと言いますか。そうですね、うん、もう刺さる感じでやってますね、ここまで縦でね、この際の道路の、うん、肩甲骨のこの上の極上筋というか、もう僧帽筋ですね、ここは僧帽筋狙ってやってますね、どっちかというと、うん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 、で、下の極上筋を狙ってこう、これですね。空気はすごいですね。これでいいでしょ。はい。おほほほ。これは本当に初めてのかかです。ねえ、見るとね、だいぶ硬すっとしますから。うん。あまりやってる人少ないですよね、結構ちゃんとやってくる人とかって。ね。あまり分かってる人少ないですよ、極上筋。極上筋って何みたいな。肩甲骨自体もそんなにやってるでしょ。こう入れてこうですね。右の転送とかいろんなんだろうか。
極下でこの感じだとか。どうなっちゃうんでしょうね。ああ、結構気はすごいです。まあ、基本的に全身骨の規模は効くところが多いです。プリントあるじゃないですか。この筋肉と骨の隙間にスルスルスルと入れていくと、あとも効いてるよっていう。で、スーッと。すごいけど、すごいスルスルスルけれどなんか嫌な感じしないです。しないですよね。この面でね、ちゃんとこうやってるからっていうのもありますね。こう。グリーミーちゃんにこう入るとすごいですね。これが難しいんですよ、結構。こうね、圧入れる方が、こう真横になっちゃうとこうなるんですよ。同じところがこうなるんですよ。ボケるでしょ。こう真上に行くとこうなるんですよ。ちょうどいいのはここなんですよね。圧入れる方向がこうずれるだけで、もう全然こっちなんですね、これ。これ後で動画見るの楽しいですか。これダメです。こっちじゃないです。ここです。ね、これが一番正しい。よし。というわけで、はい、じゃあうつ伏せになりましょう。次は、はい、ちょっとお待ちくださいね。